安山級駆逐艦、または6607型駆逐艦は、ソビエト連邦から供給された中華人民共和国の駆逐艦である。中古艦であったが、中国人民解放軍海軍にとって最初の駆逐艦となった。艦級名は一番艦の艦名に基づく。また、北大西洋条約機構の用いた NATO コードネームもアンシャンクラスである。 ソ連での計画名は7号計画で原型となったソ連の駆逐艦と区別されていない。1930年代にイタリアの設計を手本に開発されたソ連の7号計画型駆逐艦は1950年代に中華人民共和国へ4隻が供給され中国人民解放軍海軍にとっては最初の駆逐艦である。 1940年代後半の第二次国境内戦により中国国民党軍は陸戦で敗北し台湾へ逃れることになったが一方で国民党軍は駆逐艦、丹陽や駆逐艦、新陽4隻のキャノン9 5衛駆逐艦、2隻のエバーツ9 5衛駆逐艦、旧式巡洋艦1銭からなる艦隊を維持し中国周辺海域の正解権を保っていた。 また朝鮮戦争の勃発からはアメリカ海軍の艦隊が航海や台湾海峡で活動するようになった。ソ連製の魚雷艇や国民党軍から旅獲した日本製解剖艦ぐらいしか保有していなかった当時の解放軍海軍ではこれらの艦艇に正面からまともに対峙することができず対抗できる水上艦艇を必要としていた。本来は イギリスの呼吸艦を購入しようとしていた解放軍海軍だが、朝鮮戦争による制裁を受け仕方なく、17トンの金という前代未聞の効果で4隻のソ連艦を入手した。中国向けに輸出された4隻の7型駆逐艦は、元は1936年にソ連で寄港し、第二次世界大戦では赤色海軍太平洋艦隊の艦艇として活動した。その後 ソ連では新しい駆逐艦が次々と収益したため余剰を化かした7型駆逐艦の一部は中国支援のため輸出に回されることとなった。1954年と1955年にそれぞれ2隻ずつが供給された。中国への引き渡しまでにソ連においてこれらの駆逐艦は若干の修正が加えられ一番艦が命名されると暗山級と呼ばれるようになった。 供給時にはとうに旧式であった安山級であるが、それまで有力な大型艦船を保有しなかった人民解放軍海軍にとっては実質的な最強艦として重要な位置を占め、4隻合わせて4大混合と呼ばれた。カタログデータでは、新洋やキャノン9 5衛駆逐艦、エバーツ 95A 駆逐艦を上回り、太陽にも対抗できるようになった。 最もしのげな未性に問題があり、外洋での活動には不向きだった。対する国民党海軍もアメリカからベンソン級駆逐艦などを補充した。四隻ともジンタ道の北海艦隊に配備され、中国の首都である北京も含む東北中国部の沿岸への敵艦隊の侵入を阻止するという重要な役割を担った。1970年前後には時代に合わせて、 大規模な近代化改修が実施された。最も大きな変更を受けたのは、電子装備と武装で、魚雷発射艦が撤去され、代わりに、P、P-15 艦隊艦ミサイルの発射機が設置された。同様の改修は50型警備艦にも施された。1970年代に、旅王型駆逐艦が収益するまでは中国人民、海放軍海軍における、 唯一の駆逐艦で最大の戦闘艦艇であった安山級駆逐艦だが老朽化のため1989年から1992年に全艦が退役した。現在、退役した4隻の安山級駆逐艦のうち部順はスクラップとして解体されたものの、体現は大連市の老古など海洋公園内で展示、公開されているが、船体の一部は ユースホステルとしても運用されている。また、安山は中国人民解放軍海軍が出資し、建てた陳太を海軍博物館に、長春は父山市においてそれぞれ記念館として、係留されている。これらの館はいずれも愛国教育などのために使用されているが、現役の海軍士官によって運用されてはいないため、船体にはサビが浮いており、保管状態はかなり劣悪である。 これはアメリカ合衆国最初の木造フリゲートコンスティチューションとは対照的である。ありがとうございます。